チャンスが広がりました。柳田のヒットが出ました。やっぱり今のバッティングつなごうという感じですよね。左方向ライナーでした。シフトの横を破っていきました。センターへのヒット。近藤は三塁に向かっていきました。まあ、アウトカウントは違いますが5回の攻撃と同じような形です。あのシフトの中を見ていくわけですよ ね、 でしたね。こういうバッティングしていったらいずれは上がってくるんじゃないですかね。リードを上げていって、はい、